おはようございます榎本いですすででえっとですね最近あの新店オープンのお手伝いしているって話していると思うんですけどもあのまあ、ね、いつも話している通り、こりスロースタートで、えー、宣伝せずに、えーまあ、知り合いに告知しながら、まあ、味を見てもらってであとアンケート取りながら、まあ、結構修正をかけているんですよね。 ただ、ちょっと3日、4日経つんですけども、もうすでにですね、SNS を見て、えー、それで、えー、来てる人っていうのが、まあ、ちょっとずつ来ていてですね、あのー、まあ、なんていうかな、本当にこれから、その、濃度なんかも、メイン商品の濃度なんかも、ちょっと調整しようと思っているところではあるので。 あんまりねこう、口コミで、こう、SNS で拡散されちゃうと非常に困った状態になる状態ではあるんですけども、まあ、なかなかね、そこっていうのはもう止められないところなので、あの本当にもうそういったこう兆候が見られてるので、もう一気にもう商品決めて、えー、グランドオープンまで持っていくっていう状態には今なってるところです。 まあこの拡散力がね、やっぱり今最近すごく早いので、えー、もう一気に商品を仕上げて、えー、完成品を作るっていう段階に来ています。また、グランドオープンする時の情報っていうのはまたお伝えしたいと思ってますので、えー、ちょっと楽しみにしていてください。それでは今日も一日張り切っていきましょう。あなたはできる